ちは、車屋の親父です。今日はドライブしながら新型アルファード良くなった点、そうでない点、個人的な感想をお話しできればと思います。まずこの車、納車されてからご覧の通り1207キロ、その間の平均燃費は 8.8 キロという形です。1000キロを超えましたので、先ほど初めてオイル交換をしました。そんなに汚れてないかなと思っていたんですが、レベルゲージで見る限りは綺麗でしたが、抜いてみたオイルはそれなりの汚れでした。オイル交換後初めて走ってますが、エンジン音は静かになりました。もともと先代の30系アルファードと比べて、室内に入ってくるエンジン音は現行のこの40系の方がだいぶ静かになったなと思っていましたが、オイルを変えたことによってさらに静かになりました。これは丸な点ですね。あと出だしのフィーリングがとても良くなってます。これも丸です。そして足回り、乗り心地が劇的に向上してます。これはもう20丸か30丸にしたいぐらい、別の車かなと感じてしまうほどの進化です。今この状態でアイドリングの音聞こえてますでしょうか。まあガソリンエンジンなんで振動はありますが、先代と比べてだいぶ静かです。当初大幅な値上がりで同じ車なのになんだよと思ったんですが、乗ってみると価格差もちょっと納得しかけてます。まだ全部を納得できるほどいいところは見つけきれてません。あとはこのナビですね、とても大きくて見やすいです。エアコンが今オフになってるんですが、ちょっとオンにしてみましょう。今回オートエアコンなのはもちろん、ステアリングヒーター、シートヒーターもオートの設定があります。個人的な感想ですが、シートヒーターのオートに関しては寒がりの私よりは車の方がちょっと反応が鈍いかな、ついてほしいなっていう時にギリギリつかなかったりっていう相性の問題があります。そして厄介なのがこれですね。結構おせっかい焼きです。この車ハンドルをてっぺんで持っていたり、あとまっすぐサングラスをかけていないで前を見ていないと前を見ろと警告を出してきたり、なかなかのおせっかいっぷりです。気にしなければいいんでしょうけど、逆にメーターの表示が切り替わるのでちょっと気になります。私個人的には罰な点です。説明書をあまりよく見ないタイプなので、これの消し方があるのかどうか分かんないんですけど、多分この類のものは消し方ないんでしょうね。
メーターの中にナビの地図の簡易表示、あとヘッドアップディスプレイ、確かこのヘッドアップディスプレイはオプションだったのかなと思います。まあないよりはあった方がいいかなという程度です。私が一番気に入らないバツな点はこのスイッチです。タッチ式なんですが、例えば音楽がかかっていて曲送りをしたい場合ここを押すんですね。そうするとヘッドアップディスプレイにこのように出るんですけど、2回押さないと反応しません。で、連続動作ですと次はワンプッシュでいいんですけど、その辺の加減がうまくいきません。あと十字がついているだけで、ここに画面ごとにいろんなことが割り当てられますので、何がこれ、何をしたいときはここを押せっていう指示がありません。いまだに電話がかかってきたとき、ハンズフリーで出ようとした場合に上だっけ下だっけと思って間違って切ってしまうことがあります。この十字キーはセンターのエアバッグを中心に左右についているんですが、右側はレーダークルーズ関係、これもこれで普段から頻繁に使うものではないので、何をどうすればというのでいつも戸惑います。山下公園のイルミネーション映ってますか？今年はなんか随分ギラギラしてます。このステアリングのスイッチに関しては個人的には大罰です。はっきり言って使いにくいです。こんなだったらない方がいいかと思うぐらいちょっと嫌ですね。ただここを使わないでもこのナビは優れものですね。ヘイトヨタ、このように音声で操作ができます。怒られてしまいました。エアコンを25度にして、はい、このように音声でエアコン操作、あとまあオーディオの操作もできます。あと例えば、ヘイトヨタ、横浜ランドマークタワー、横浜ランドマークタワーをお調べしました。1番目横浜ランドマークタワー、2番目貸切パーティー PKP ガーデンシティプレミアム横浜ランドマークタワー、キャンセル。このように走行中でも画面を見ることなく、操作することなく、ナビを設定できます。昨日暇だったので、いろんなバージョンを試してみました。基本はヘイトヨタのようです。はい、トヨタ。
ハイトヨタだと反応しません。昨日はハイトヨタでも反応したことがありました。あとはヘイトヨタ、キャンセル、多少のイントネーションの違いも聞き入れてくれます。ヘイトヨタ、キャンセル、このような感じでも反応してくれます。結構優れものなのかなと。これからこのナビと仲良くしていこうと思います。とにかく車としてはとても良くなってます。ワンタッチウインカーもつきました。トヨタ系なのでワンタッチで5回点滅するタイプです。あと走っていて気になる点は、今夜なので関係ないんですが、ドアモールが結構厚みのある立派なメッキのモールになりました。日が当たると反射して目に入って眩しいことが多々あります。これはまた外装の説明の時にこの部分とご案内できればと思います。最近個人的によく思うんですが、車のマフラーの音の規制はどんどん厳しくなってるのに、バイクはあんなにバリバリ言ってても平気なのはなぜなんでしょうか。50メーターぐらい前まで行きましたけど、まだ聞こえますよね。あっちの方がよっぽどうるさいと思うんですよね。ブレーキのフィーリングも良好です。室内編はこの辺で。では。あとドアの開閉音は非常に高級感が増しました。というよりもやっと車格に追いついたという方が正しいかもしれません。先代モデルは開け閉めした時にかなり残念な音がしましたが、しっかりとした重厚感のある音になりました。ただその分ドア自体も重くなっていると思います。あと著作権の関係で引っかかりそうなんで音楽は流せませんが、スピーカーの音もかなり良くなってます。ただ重低音がかなり響かせられるんですけど、そうすると内張りがビビってしまうので、いつか時間があればデッドニングにチャレンジしてみようかなと思います。普通に聞いてる分には先代の JBL よりもいいかもというのは言い過ぎかもしれませんが、このスピーカーの数にしては上等な音が出ております。
内装で追加です。このブラウン、カッパー、この色合い私非常に好きです。そしてこのカップホルダー、こちらも非常に使い勝手がいいです。エアコンの吹き出し口から出てきた風をそのまま当てることができます。2列目にもシートヒーター、ベンチレーター、Z グレードでもつきました。これはありがたいですね。はい、外装で丸な点は何といってもこちらです。パワースライドドアのスイッチ。もちろん今まで通り引くこともできますが、ボタン操作でできるようになったのは非常に楽です。そして前よりも作動速度が上がっています。あとこの控えめなパワーバックドアのスイッチ、ちょっと後ろに隙間がないので開閉はしませんが、こちらで開いてこちらで閉まる、すっきりと隠れてていいと思います。ただ夜操作をしようとすると、開けるときはこの中にバックライトがついているんですが、閉めるときこちらがちょっと分かりにくくて手探りになります。あと洗車屋目線でいくと、前よりもこの辺りの作りが良くなって水が垂れにくくなってます。先ほど洗車をしたばかりですが、ここに一筋ありますが、これだけですね。前は左右とも2本3本筋が出て、いつまでも水が切れず大変でした。そして先ほど眩しくてと言っていたのがこのモールですね。非常に厚みがあって、さらにここに社名まで入っていて存在感があるんですが、何しろ太陽が当たると眩しいです。もうちょっとここだけ改良されればいいなと思います。ということで、新型アルファードを1000キロちょっと乗ってみた私の個人的な感想を丸バツ方式でご案内してみました。お値段は張りますが、非常にいい車になっているんじゃないかなと思います。現状注文を受け付けていないようですが、ご購入される際の参考にしていただければ幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。コメントもお待ちしてます。では